花園から世界へ。得意技のジャッカルでワールドカップベスト8に貢献した姫野和樹選手。今後に向けては本当に、いいワールドカップだったし、なあに負けてみんな泣いてたあの涙っていうのは、やっぱあの結果で満足してないっていうやっぱ無理だと思うし、まだまだ強くなるなというふうに思いますね。世界を相手に大活躍の姫野選手、ラグビー人生の原点は高校時代にありました。その当時から日本代表になりたいと思ってましたし、一番最初のスタートの一歩を踏んだ地というか、今も忘れることのない高校1年で挑んだ花園、夢への第一歩として意気込んでいましたが、初めての地ですごい股を真っ白になって何もできなくて、当時の姫野選手について恩師は、あいつほど素直なやつはなかなかいないかもしれないですね。そのアドバイスをやっぱりたくさん受けて自分の中で咀嚼して、ね、自分の力で変えれたやつがやっぱ上に行くと思うので、花園での経験が姫野選手を変え、夢だったワールドカップ出場へつながりました。お仲間の大切さとか、本当に花園で負けて悔しいっていう思いがまた自分を奮い立たせましたし、その後の自分の成長に本当にとても大切なことだったなというふうに思ってます。そして母校に凱旋した姫野選手は高校生たちのヒーローでした。先に絡んじゃう代名詞のジャッカルを披露すると大歓声。最後に後輩たちへ自身の経験から伝えたことは、しっかり皆さん夢をしっかり持って、その夢に対して、何が必要なのか、どれだけ努力すればいいのかっていうのを考えて、やってほしいなというふうに思います。強みであるねボールキャリーとか、ジャッカルの部分とかもまたまた伸ばしていって、でまだまだ弱い部分は強みに変えていくっていう作業をしていきたいなと思います。一流であれ。